グレーチングとは、硬質の格子状の構造材。溝蓋や工場などの操作歩道、その他床材やフェンス材など広範囲に使用される。素材は、鉄、ステンレス、アルミニウム、FRP 製などがある。鉄製グレーチング一般には、道路の排水路にかける格子街としてよく見かける。道路に使われる、グレーチングは、表面排水を目的とする。歩道や、 広場などに設置したグレーチング主部材の隙間に車椅子、シルバーカー、ベビーカーの車輪がはまり込んで危険、ハイヒールのかかとが挟まり寄れる苦情が多くなったことから格子を細かくしたり格子の形状を変えたりデザイン的な要素を高めるなどの対策品も販売されるようになっている。また工場等でグレーチングでは下が丸見えのため来客車が通る通路は チェッカーアップレートが使われたりしているが、グレーチングの空撃部分に、カラフルな自然石やゴムチップ等の透水保存材を充填し、有刺開口部がないにもかかわらず従来の排水機能を保持することで、水以外の異物の通過を阻止できる製品も見かけるようになってきた。日本のグレーチング製造メーカーは10社以上ある。スチール製のグレーチング製造メーカーとしては、大暮れ、岡暮れ。 放棄材、石立鉄鋼、中部コーポレーション、金総、片岡産業、三重自由工業、奥岡製作所、泉、川グれ等がある。広島県呉市にある大呉が、日本で初めて、グレーチングを製造した。アメリカ軍艦船に使われていた、グレーチングを元に製造したのが、日本のグレーチングの始まり。1953年に実用新案を取得し、 製造を開始した。現在、ダイクレは4割のシェアを持ち、国内主位となっている。岐阜県水保市にある宝機材は、国内で初めて6 0ラム高以上の、高張力鉱を使用して、軽量グレーチング、LS、ハイテングレーチングを製造した。2008年9月から販売を開始している。三重県桑名市にある、北西は、1973年に、 国内で初めてステンレス製グレーチングの製造、販売を開始した。新潟県三条市にある川暮れは2003年に車輪のはまり込みや雨の日のスリップを低減できる全く新しい構造のユニバーサルデザイングレーチングを製造、販売した。主に亜鉛メッキを施した鉄材で作られていることからリサイクル素材として摂取して売したりアウトドアで 焼肉やバーベキュー用の網として持ち去り、使用後にそのまま放置する不心得者が後を絶たない。格子の間隔が広いグレーチングの場合、蒸気のシルバーカーやハイヒールなどの他に自転車等の細いタイヤが通過する際、溝にはまり、転倒事故を引き起こすこともある。盲人が使用する杖がはまる場合もある。格子上のため、 グレーチングの上部を通過する際は、設置面積が少なくなりがちになるため、舗装路面より滑りやすく、特に、雨天時など水で濡れている場合はより滑りやすい。グレーチングは、住宅では、バルコニーなどに利用される。産業用では、汚染物質を室内に滞留、蓄積させずに排出させる一方向流方式のクリーンルームで、床前面にグレーチングを付設して吸い込み口の箇所に、 使用していることが多い。ありがとうございます。